やっほー、こんにちは、もちおです。ちょっと皆さん、今日はですね、すごいですよ、すごいすごいものが届いております。そう、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 今届きました。岩谷スリムコンロって書いてある。誰ですか？岩谷さん。私の友達には岩谷っていう人はいないですね。さあ、この2つをですね、作っていくのが何かと言いますと、皆様に見ていただきたいのは網でもガスコンロでもございません。通販ですか？重い、よいしょ。ホタテ、わあ、猿払のホタテ、北海道の北の方、北海道ってことかな。わあ、これすごいっすよ。氷が入っております。まず、わあ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 、なんか入ってます。ホタテ、やいのやいの、もう取れたばっかりって感じだね。これいろいろついてる、もう海から引き上げてきたまんまって感じ。ホタテ、ホタテ、うわ、こういうのついてるもんね。これもう新鮮さがなんか物語ってる。これ私ちょっと鳥肌ものですけど、うん、すごい。え、これ2000円あるんです。捨ててお水を、わお、お水も捨てて、いや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 、え、なんかポップコーンの電源が入ったんですけど、こんなことある？流しがホタテで満ち溢れている。今日はね、なのでこのホタテを贅沢にビールと一緒に書き込みたいと思います。そういう動画。あとね、開いちゃってるやつは危ないらしいんで、これは焼いて食べていく。開いちゃってる、しまって、もうこのなんか、何これ、海でしか見たことのないさ、あれだよね、これ、うん、海でしか見たことのないあれ。うわ、なんかついてきた、ここに、ほら、何、君は誰、君は誰がいがついております。ここに、君は一体誰なんだ。しまってる、ホタテみたいな、ホタテくんみたいなやつがいる。海水作ろう、これ食べてみよう。これ今塩水につけて洗った貝柱、いただきます。噛み応えがある。甘いです。やべえ、これはうめえ。ホタテパーリーやん、ホタテパーリー、うーわーお。家の近くに海がある人がするやつ、これ。わあ、ご覧くださいよ、これ。もう一回見る、すげえ。うちは海かなっていうね、うちは海でしたっけっていう香りがします。なんかこれガス入れようと思ったら、この製品には必ず岩谷カセットガスをご使用くださいって書いてあって、これ安いガス買ってきちゃったから、これダメじゃんねっていう、時代です。ということで、こっちで焼きます。じゃん、こちらさばいた、ホタテの刺身ですね。ここで焼いて、そのまま直接食べていきたいと思っている。で、こちらも、きれいに洗って、ホタテの身と貝柱と、紐をやりました。ちょっとバター醤油で食べようかなとこちらは思っております。よし、じゃあこれをね、のせていきます。わあ、今日はビール、これで優勝していきたい。
ではこれを開けていきたいと思います。ビール、イエーイ、最高。おお、乾杯。なんだい、事件かい。あ、うまい。では。美味しい。そうそう、ひっくり返していこうと思います。なんか北海道住んでた時もこうやってエビとかホタテとか食べましたけど、やっぱ北海道の海鮮は違いますね。ピカイチ違うって感じ。ビールとの相性が、あ、抜群だ。おいしい。顔面崩壊しちゃう。たまらん。よく焼いていきたいところのホタテさんたち。まだかな。非常に相性の悪いお二方のようです。バター入れます。醤油を垂らします。じゃーん。こっち醤油だけ、こっちはバター醤油。この汁がね、また美味しいよね。日々この最高の一杯を食べる、飲むために生きてると言っても過言ではない。これは美味しいよ。最近で一番今生きててよかったと思った瞬間だね今。美味しい以外の言葉が見つからないよ。最高。最高。あと、たまに入ってくる砂さえも愛しいもんな今。このために来てる。どうやらね、食べ方がもっともっとあるみたいなので、ホタテの揚げ物とか、ホタテの唐揚げみたいなやつとか、乳麺、またね、ホタテをさばいてまた一人でゆっくり晩酌したいと思います。これ、これが美味しいよね。うめえ。あー、これうまいわマジで。ホタテから出る出汁とバターと醤油が感じ。先入れればよかった。